こちらカナダのウッドバイン競馬場から国際重賞競争をお伝えします。いよいよ発走です。スタートしました。ルアー好スタート。ロングティファニー、ちょっとタイミングが合いません。先手を取ったのは予想通りルアー、さらにはファストネス、12番グロージュニアス、その後ろ。先頭に戻りましょう。先手を取ったのはルアー、ハロークリスタル、すぐ後ろ。この辺りで各馬第1コーナーをカーブして第2コーナーに向かいました。前に戻りましょう。先手を取ったのはファストネス、その外からロングティファニー、ハロークリスタル、それに続きます。青の帽子パラダイスクリーク、その後ろ。その隣にポロットバンク、後ろからの競馬になりました。ダンツシアトル、鞍上の手はどのあたりで動くんでしょうか。その外にグロージュニアス、さらにはファイティングミサイル。ここで各馬第3コーナーのカーブに差し掛かりました。このあたりで先頭が変わりました。ルアー、ルアー、さらにリードを広げました。2番手はロングティファニー、ファストネス、3番手。最終コーナーをカーブして直線コースに入りました。ルアー先頭、2馬身から3馬身のリード。2番手はダンツシアトル、あと 200m。 ルアー先頭だ。しかし後続の足色もなかなかいい。ダンツシアトル抜けた。2番手はルアー、ダンツシアトル1着。ダンツシアトル完勝。ダンツシアトル1着。2着はパラダイスクリーク、世界の強豪を相手に見事な勝利を収めました。ダンツシアトル、まさしく日本が世界に誇れる馬です。こちらアイルランドのレパーズタウン競馬場から国際重賞競争をお伝えします。いよいよ発走です。スタートしました。スピードシャレード、これは好スタート。ナックルエナジー、この馬も好スタートを切りました。ブロードメーカー、前に行きそうです。ナックルエナジー、それに続いています。さらにはオートアロマ、12番西のフラワー、その後ろ。エターナルレーブ、後ろからになりそうです。それでは先頭から。先手を取ったのはブロードメーカー、そして大きく離れてナックルエナジー、この位置です。この辺りで各馬第3コーナーに入ります。先頭に戻りましょう。ブロードメーカー先手を取りました。12番西のフラワー、2番手を追走。黄色の帽子スピードシャレード、その後ろ。すぐ後ろにマウントウィング、少し離れてレモンスフレ、続いています。白の帽子ファッションシバリエ、その後ろ。先頭は依然としてブロードメーカー、まだ粘っています。2番手は西のフラワー、これは絶好の手応え。最終コーナーをカーブして直線コースに入りました。さあ先頭に立ったのは西のフラワー、突き放しにかかります。2番手はナックルエナジー、あと 200m。 西のフラワー先頭だ。残り 100m、 これは強い。2番手はナックルエナジー、西のフラワー独走。西のフラワーぶっちぎりです。西のフラワー1着、2着はナックルエナジー、世界の強豪を相手に見事な勝利を収めました。西のフラワー、まさしく日本が世界に誇れる馬です。最終コーナーをカーブして直線コースに入りました。最後の追い比べ、先頭はシルキーフォース、ホーリング先頭。残り 200m、 ホーリング先頭だ。しかし後続の足色もなかなかいい。お
フサイドトラップ抜けた、オフサイドトラップ、もうひと伸び、オフサイドトラップ、オフサイドトラップ。1着、2着にはどうやらエズード、世界の強豪相手に見事な勝利を収めました。オフサイドトラップ、まさしく日本が世界に誇れる馬です。こちらイギリスのドンカスター競馬場から国際重賞競争をお伝えします。いよいよ発走です。スタートしました、トレジャーマシーン。これはいいスタートを切りました。綺麗なスタートを切りました。キャロットグランプリ前に行きそうです。ウィンドインハーヘア、それに続いています。さらにはレディーロード、3番カランバ、その後ろ。もう一度先頭から見ていきましょう。先手を取ったのはキャロットグランプリ、その外からトレジャーマシーン、その隣にキャッシュパートナー、その横にグリーディーコスモス、内からはウィッシュハイネス、シェーンダーク、その内に続いています。内からはサッカーウエスト、その外からウィンドインハーヘア、その外にレディーピアリス、一番後ろにサクラローレル。各馬鮮やかな芝生の上をかけていきます。もう一度先頭から1番キャロットグランプリ、依然として先頭。ここからドンカスター名物、長い長いカーブに差し掛かります。先頭から最後方までおよそ8馬身、各馬一塊です。もう一度先頭から見ていきましょう。先手を取ったのはキャロットグランプリ、その隣にレディーロード、その外にキャッシュパートナー、その外からグリーディーコスモス、その後ろにセイントオリーブ、その後ろからはウィッシュハイネス、黒の帽子サッカーウエスト、その後ろ、すぐ隣にディバインライトニング、すぐ後ろにシャンペンソフィア、赤の帽子ウィンドインハーヘア、その後ろサクラローレル。この位置です。並んで3番カランバ、その外にアラビアパス、トレジャーマシーン、その内に続いています。内からはレディーピアリス、最後方にシェーンダーク。各馬鮮やかな芝生の上をかけていきます。もう一度先頭に戻りましょう。12番レディーロード、レースを引っ張ります。その隣にキャッシュパートナー、その横にグリーディーコスモス、内からはキャロットグランプリ、サッカーウエスト、すぐ後ろ。並んで2番シャンペンソフィア、レディーピアリス、その内に続いています。最終コーナーをカーブして直線コースに入りました。では前の方から見てみましょう。先手を取ったのはレディーロード、その外からトレジャーマシーン。さあ先頭は依然として12番レディーロード。ここで先頭が入れ替わりました。トレジャーマシーン、レディーロード、2番手に控えましたレディーピアリス、3番手。残りあと 400m、 長い直線、ここからどうか。ここで先頭に立ったサクラローレル、2馬身ほどのリード。しかし後続の手応えもいい。2番手はウィンドインハーヘア、残り 100m、 後続は大きく離れました。2番手はウィンドインハーヘア、サクラローレル、独走。サクラローレルぶっちぎりです。サクラローレル1着、2着はウィンドインハーヘア、世界の強豪相手に見事な勝利を収めました。サクラローレル、まさしく日本が世界に誇れる馬です。
4コーナーをカーブして、さあこれからです。ここで先頭に立った藤木跡、あと 200m、 後続を完全に引き離した。これは強い。2番手は大隅ブレイク、藤木跡、この馬で決まりか。藤木跡独走、藤木跡ぶっちぎりです。藤木跡1着、2着は大隅ブレイク。これは桁外れの強さだ。藤木跡4コーナーをカーブして、さあこれからです。先頭はアグネスパレード、残り 200m、 先頭はアグネスパレード先頭です。このまま押し切るか、突き合いず迫る。アグネスパレード1着、2着にはどうやら突き合いず。アグネスパレード見事トライアルを勝利、本番に向けて夢が広がります。さあいよいよ直線の攻防、先頭は成田ファンキー、残り 200m、 先頭は成田ファンキー、川地立て男必死に追いすがります。ノースフライト迫る。成田ファンキー先頭だ。成田ファンキー1着、2着にはどうやらノースフライト、見事に勝ちました。成田ファンキー、小栗ローマ完敗です。着外に沈みました。4コーナーをカーブして、さあこれからです。先頭変わってペイパーレイン先頭、あと 200m、 ペイパーレイン先頭だ。リードは1馬身、後続の足色はどうか。2番手はセイウンアヘッド、先頭はペイパーレイン、1着でゴールイン。ペイパーレイン1着、2着はセイウンアヘッド、これは桁外れの強さだ。ペイパーレイン
Thank you.